こんにちは、りょうこばあばです。今回は、試作で編んでいたこの立体的なね、お花のモチーフを編もうかなと思っています。この黄色い方をね、編もうかなと思います。で、まずですね、この黄緑色のレース糸でお花の下の部分ですね、下の部分を編みます。針はレース針の6号を使います。そしたら、この緑のお花のこの部分ですね、この部分は3段で編んでいます。指に2回糸をかけて引き抜いて1目立ち上がって細編みを6目、1、2、3、4、5、6、細編みを6目します。そしたらここはギュッと絞らないで軽く絞っとった方がいいですね。少しこう向こうがね、針が通るぐらい、に開けといた方が、茎をね、通しますので。で、最初の目に引き抜きますね。で、次も立ち上がって6目。増減なしで6目編みます。1、2、3。1、2、3、4、5、6、最初の細編みに引き抜きますね。その時にですね、この編み始めの糸が裏側の方にあるので表の方に引っ掛けてこう出しときますね。そしたらここ、3段目は2目増やして8目にしますね。細編み細編み増やし目、細編み細編み増やし目で8目にします。立ち上がって根元に細編み、次に細編みで、次が増やし目、増やし目、次が細編み、細編み、最後増やし目。で、最初の細編みに引き抜きます。3段でこんな感じになりますね。そしたら次は花びらを編むので、また引き抜いちゃったですね。ここで引き抜くときに糸替えをしときます。黄色い糸でレース糸の40番ですね。しますね。そしたらですね、鎖編みを7目、3、4、5、6、7目、7目こう編んだら、こう1目ずつ6目引き抜いてきますね、根元に。5、
6目引き抜きますね。そしたら隣の目に引き抜き、また引き抜きます。でまたここから1、2、3、4、5、6、7、さっきと同じように下まで6目引き抜きますね。6目引き抜いたら隣の目にまた引き抜きますね。こんな感じで、8目の細編みに1目ずつ花びらをね作って引き抜いてきます。最後の花びらを、編んできました。で閉じるところは、ここの最初の、最初のこの花びらの下の根元ですね。根元に針を入れて引き抜きます。こんな感じで花びらができました。最初のこの糸返した2本ですね、これは、この黄色いねお花を編んでいくときに巻き込んでいけばよかったんですけど、ちょっと巻き込むのを忘れたのでこんなしてね残ってますけど、もしね巻き込みながら編むのを忘れたときは2回ほど結んで、まあ、適当ですけどね。結んでから、巻き込みながらね編んだ方が糸処理が早いんですけど、縛って小さいからね処理しにくいんですけど、この緑の茎の内側らへんをねもう1本ぐらいすくったぐらいでいいと思うんですよ。で不安だったらこの辺にねちょっとボンドをちょんちょんってつけた方が糸もほどけないし、ボンドつけてもねあんまり中の方だからわからないのでいいと思います。だからこの今編んできてカットした糸を糸始末します。これも黄色の花びらの内側をね、内側を内側の根元らへんをね救いながら糸が細いから私はいつもこう刺繍針で糸始末をしています。半分ほど作ったらいいと思います。こんな感じで今こう開いてるのでねこう整えてあげるといいかなと思います。そしたらあとここにね茎を編んで茎をつなげるんですけど、茎はね鎖編みを編んでまあ戻ってでくる感じですね。ちょっとやってきます。鎖編みを12目して折り返して引き抜いてきました。引
き抜き編みできましたね。そしたらですね、私はこのモチーフをちょっと編むことに使いたいので、この折り返したところ、折り返したところが見えるように、下に来るよ、この花の下に来るようにね、つけたいので、下からこう差し込んで、だいたいこの3段のこの幅ぐらいまでこう引っ張ってきて、このもう通したこの糸、先ほどと同じみたいに糸始末するときに2回ほど結びます。そしてですね、もうこう中の方だから見えないので、2回結んでカットするんですよね。花びらを切らないようにカットして、こんな感じでちょっと上に見えてるので、もう少しこう下の方に下げて、あと最後にね、ボンドでまたこうちょんちょんってつけられると固まりますよね。そしたらこの編んだ、この3段編んだ初めの糸ですね、表に、中から表に出した糸を最後にギュッと絞って、この茎と抜けないようにまた針でね、茎を通して抜けないようにします。茎の方を通して、根元ですね、茎を通してから今茎の方に糸があるので、またこの根元ら辺に針を入れて茎の方に通します。でまた茎のところに針があるので、緑の方に針を出して、もう抜けませんのでね、茎にこう針を通してるから、で糸始末は中の方にこう入れて、糸始末をします。こんな感じで立体モチーフがねできましたね。だからこの茎の長さももう鎖編み12目にしましたけど、長くしたり短くしたりできるのでね、目数はもう別にお好みでしてくださいね。で今この折り返したところを下にしたんですけど、逆にすれば、糸端がこっち下の方に出ますよね。その時は何か他のものに縫い付けたりとかする時に使うので、この逆にね、下の方に糸を出されていいです。まあ今回は私は別に他に使う用途があったのでね、ちょっと見栄えよく折り返しをこう下の方にこう出しましたけど、こんな感じで立体お花のモチーフをね、ちっちゃいモチーフを編んでみました。こんな感じでね、いろいろ立体モチーフも花びらもこんな感じで、まっすぐのね、シンプルな花びらもあるし、こうふっくらしたね花びらとかも作れるので、試してみてもらいたいと思います。今回はねこんな感じの花びらの立体モチーフをね作りました。ではね、今日はこの辺で終わりたいと思います。
ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。